こんにちは、ハッスルジャパンです。今回は日本で新型コロナウイルスの新規感染者数が急減した謎についての話題と、こちらの話題に対する海外の反応についてお届けします。新規感染者数が連日過去最多を更新していたはずの日本ですが、急激に新規感染者数が減少しています。東京の新規感染者数は8月中旬のピーク時には6000人近くまで伸びましたが、現在は100人を大幅に下回り、約1年ぶりの低水準に戻っています。もっとも人々も具体的に何が急激な収束に寄与したのかは理解できていません。日本はヨーロッパやアジア諸国とは異なり、ロックダウンに近い措置は一度も取りませんでした。その代わりに強制力のない非常事態宣言は出されていました。日本が新規感染者数の抑制に成功した要因はいくつか考えられます。一つ目は、開始時期は他国と比べると遅れたものの、始まってからは迅速に行われたワクチン接種。二つ目は、感染者急増の危機感から夜の街から人を遠ざけようと宣言を出したこと。三つ目は、パンデミックが起こる前から定着していたマスクを着用する習慣。四つ目は、8月下旬の悪天候のおかげで人々の外出が減ったこと。しかし正確な答えは誰にも分かりません。そして専門家らは、感染者数が劇的に減少した理由を正確に把握できないまま感染拡大が起こりやすい冬を迎えれば、再び感染者数が急増する事態が再び起こる可能性があると危惧しています。日本の感染者数の急激な収束について、国際感染症センターの所長を務める大曲隆雄氏は、難しい質問であり、ワクチン接種の広がりによる効果を考慮する必要があると述べた上で、人混みや換気が十分でない場所などの感染するリスクが高い環境に身を置く人々はすでに感染しており、自然免疫を獲得している可能性があると指摘しています。またウイルス学の専門家である東邦大学の竜田和弘教授は、64歳未満の人々を対象とした日本の迅速かつ集中的なワクチン接種が、一時的に集団免疫を獲得したのと同じ状態を作った可能性を指摘する。実際多くの専門家らが迅速なワクチン接種を評価しており、これまでに日本の人口の約 70% が2回のワクチン接種を終えています。一方で、日本よりも数ヶ月早くワクチン接種が開始された米国やイギリスなどの他の地域では、ワクチン接種を完了したにもかかわらず感染するブレイクスルー感染が発生し、ワクチンだけでは完全に対処することは不可能だと竜田氏は警告しています。感染者数の減少は PCR 検査の実施数の減少によるものとの見方もありますが、検査数は8月下旬から10月中旬までの間に3分の1に減少したものの、陽性率は 25% から 1% にまで低下していることが東京都のデータで判明しています。東京医師会副会長の井口正隆氏は、陽性率の低下は感染ペースが鈍化していることを示していると述べています。ヨーロッパなどで実施されたロックダウンは、人々の行動を厳格に規制する強制力のある措置でしたが、日本の非常事態宣言は要求であり、飲食店に早めの閉店やアルコールを提供しないように求める程度の措置でした。そのため宣言が出された後も多くの人々は混雑した電車で通勤し続け、ある程度のソーシャルディスタンスは確保されていたものの、スタジアムでのスポーツイベントなどは開催されていました。非常事態宣言を受け、酒類を提供する店舗が閉店した際には、若者が路上や公園で飲酒する姿が見られたことから、多くの専門家は彼らがウイルスを広めたとして非難していたが、後に調査で40代と50代の多くが夜の繁華街を頻繁に訪れていることが判明しています。また新型コロナによる重症患者や死亡例の多くは、50代以下のワクチン未接種の患者でした。社会健康医学研究センターのセンター長を務める西田敦氏は、国民のワクチン接種が進んだこと、および歓楽街を訪れる人が減少したことが感染者数の減少に寄与したと思う、と述べています。3回目となる非常事態宣言は、9月30日に解除されましたが、その間に都心の主要な歓楽街での人出が減少していたことが GPS データの分析で分かっています。しかし西田氏は、緊急事態宣言が解除されるとすぐに歓楽街に人混みが戻ったと述べ、そのことが今後数週間で感染状況に影響を与えるだろうと警告しています。それでは、こちらの話題に対する海外の反応についてご紹介します。マスクの着用や手洗いや消毒などの基本的な感染予防策の徹底が、日本が感染拡大を抑制できている理由の一つであることは間違いない。他の国と比べて病院や老人ホームで感染する人の数が少ないこともそれで説明がつく。
ただそれでも日本とヨーロッパ、北米の感染者数、死亡者数の圧倒的なギャップを説明するには十分じゃない。個人的には、家庭で家族以外の人間と交流する機会が少ないことが X ファクターなんじゃないかと思ってる。基礎疾患を抱える人が少ないのも理由だろう。日本人は国民皆保険があるから、アメリカとは違ってちゃんと治療を受けることができているからな。それとデブの数が少ないのも理由だろう。アメリカはそうかもしれないけど、ヨーロッパには優れた医療保険制度があるし、人々も日本人とほぼ同じくらい健康だぞ。日本が感染者数を急速に減少させることができた根本原因を突き止めてくれることを願う。感染封じ込めるのに苦労している他のすべての国にとってガイドラインになってくれるかもしれないからね。感染が急増したのは感染力の強いデルタ株が流行り始めたから。感染が収束したのは60歳以下のワクチン接種が始まり、ワクチン未接種の人々の多くが接種を終えるまで外食や外出を控えていた。それが全てでしょう。大した謎でもない。日本に住んでいる人間からすると、マスクは、病気の場合はマスクを着用するから、マスクを着用しない場合は村八分にされる、へと変化したように感じる。以上が海外から寄せられたコメントとなります。